中国中央電子代は、中華人民共和国の国営放送のテレビ局。王子の略称でも呼ばれる。英語名は、チャイナセントラルテレビジョン。日本語名は、中国中央テレビジョン。中華人民共和国国務院、国家新聞出版、広電総局直属の放送局で、ニュースは、中国共産党からの指示に基づいて、報道を行っている。 そのため国営通信の進化者と共にメディアというよりも中国共産党のための宣伝機関と評されることがある。なお2018年2月現在最高経営責任者にあたる局長の新海優は国家新聞出版広伝総局の上に中国のメディア政策を統括する国家新聞出版広伝総局の当初危険局長でもある。ただし、 放送の大部分はドラマとバラエティから成り立っている。当初は中国政府の負担で放送されていたが、1990年代に国庫からの補助金が減少したため、広告を放送するようになった。今は100%広告収入で運営し、受信料や国庫援助はない。また、中国では視聴者を求めて続々と地方のテレビ局が創設され大きく成長しているため、 中央テレビも地方テレビ局との競争にさらされている。電波は放送衛星を経由して送られている。中国中央電子台元本社ビル中国標準時19時から CCTV-1 と CCTV 新聞で新聞連覇というニュース番組を放映しており、CCTV の各局やほとんどの地方局が CCTV-1 が流す。 このニュース番組を同時放映している。CM は頻繁にあるわけではなく番組の間の15分から30分にまとめて放映される。15秒ほどの CM のほか、テレビショッピングのミニ番組形式やその日放映予定の他のドラマやバラエティ番組の予告など様々な種類の CM が流れている。ドラマは日本、韓国、台湾など中国国外のドラマも 字幕付きの吹き替え版を放映している。通常3話連続で放映され、週1回ではなく、基本的に土日を含めた毎日放映される。朝6時には中華人民共和国の国家である、気流軍振興局が2分ほど流される。火に包まれる北廃炉画像左の黒影は新本部ビル番組放送中や、CM 中も表示されている。デジタル放送は、 中央デジタルメディア有限講師が管理し、中央テレビクラウドメディア有限講師が配信している。など2008年2月現在40チャンネルこのほかすべての省直轄市、自治区を対象にした36の地方向けチャンネルや、携帯電話向けの放送も行っている。インターネットでも番組を放送している。スカパー、プレミアムサービス568チャンネル、及び、 光 TV 基本チャンネル182チャンネル、JCOM のスタンダードプラス301チャンネルにて、中国テレビ CCTV オトミの名称で、CCTV-1 と CCTV-4 の一部番組が、日本語翻訳付きの2カ国語放送で視聴可能である。なお運営は株式会社オトミ。インターネット放送で c、c c t v 一二三四五六 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 回、高木よ、ニュースがリアルタイムで視聴可能である。なお、インターネット放送はインターネット回線を使用しているため30秒から1分程度のラグがある。回線の状況によっては映像が乱れたり表示されないことがある。公式サイトでも一部番組が ストリーミング放送によって視聴可能である。2016年8月26日、ドワンゴと提携し、日本語では初のインターネット放送チャンネルをニコニコ動画に解説している。主に地方局出身や民間の企業出身から排出したアナウンサーが多い。配置については、中央テレビ所属であるもののチャンネルやその番組しか出演ができない仕組みになっている。 すべての情報は観光電を一しにするか、あるいは事実に準拠している。アメリカ合衆国国務省は2020年6月、中国中央テレビは独立した報道機関ではなく、中国共産党の支配下にあるプロパガンダ機関として、情報活動と世論戦、情報戦を仕掛ける宣伝機関であるために、人民日報、中国新聞社、環球時報とともに、 外国施設団と認定する。ありがとうございます。